お疲れ様です。今日は、まあ、せっかくリーちゃん、はい、ね、本社来たってことで、はい、教えておきと顔出そうかってね、はい、まあ男の子、まあ、でも職人ってさあんまり女いないじゃん、職場に、ね、あーいないですね。俺は民間だからさ、ちょっと特殊だよね、プランナーとか管理で、はい、若い子でこうやっていっぱいあるけど、でちなみに俺は面接で採用するのは可愛い絶対条件だから。おい俺だって本当に俺もそうだったんだけどさ、やっぱ女の子と喋りきれないって本当にキャバクラとかに行ってるじゃん。はいはい。まあ、リリーちゃんね、女の子で、まあ、年頃、今何歳 ?24 です。4歳の女性が、はい、あ、そういうのは惹かれるな、そういうのはキモいなって思う。あ、はい、まあ、ちなみに飲みとか行って、はい、メイクは俺は好きだと、まあ、小学校でね、はい、それはまあ、好きだから全然しゃべらん。どんなことしてるの？どんなことしてるの？ブラジルっぽくしてるやってちょっとブラジルのハーフっぽくしてよ。あ、こんな感じ、こんな感じ。もう好きだからちょっと意識してるから、あと飲み会って、飲み会で、ね、みんながおって、まあ、女の子がまあ2、3人おったら、はい、で男が4人ぐらいおったから、もう、まあ、俺はいないからね、はい、俺はいない、はい、俺はいないから、ね、めちゃくちゃ知ってるじゃん。俺はいない。俺はあんまりいないから俺もいるからね。俺はいないから。めっちゃこうやってさ喋ってこないっていう、でもちょっと好きって意識してるのがもうこの子も分かってる。あ、なんか本当に肉食の女の子だったら多分そこで聞けるかもしれないですけど、でもなんだかんだ女子ってみんな待ってる人が多いですから、あんまり気づいてたら向こう私に気合って分かってたら待つ子が多いんじゃないかなとは思います。自分から好きになった人にしか多分いかないと思います。あ、もうね、なんか僕結構しますよ、こちら。なんか俺はここで、なんかこういうところで俺のここに来れるみたいな、このなんか鉄板技みたいな。あれ必殺技だよ、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 ちょっと一個教えて、俺勉強するから、いやーいつもお前の届き方あるだろ。ないですね。ある練習だよ、練習だよ。現場作業してる。あ、全然いいと思います。私、なんだろう、ヒョロヒョロ系よりがチリ系の方が好きなんで、こういうちょっとこのマッチョみたいな、そうですね、ちょっと締まってるみたいな、はい、あ、そうですね。逆にムキムキはムキムキもいいと思います。あ、全然ムキよりは何ですか、これどういうことですか。なんでここにないの、トーマトリオな、俺に対して。全然そんなことなりたいですか、本当に。優しい男はどう、これちょっと話したら若干長くなりそうなんで、あ、いい、ちょっと来て来て。いや、優しいってなんかあれじゃないですか、なんか結局なんか自分にとって都合のいい人のこと優しいとかいい人って言ってるだけっていうか、あ、どういうことでしょう、なんだろう、正直な話、優しくない人ってそんなにいなくないですか、みんな優しくないから、優しくない人っていうのが逆に私わかんないです。いやいや、自分のこと好きなのにもう優しいになるのは普通でしょってことですし、別に恋愛的な感情なくても優しいじゃないですか、みんな。ひどい人って、はい、優しくない人見たことない。優しくない人って、これに優しくないっすよ、全然。なんか女性に対してやるね、優しい人。そうですね、なんかそんなこいつ優しくないわっていう人ってそんなにいなくないですか。まあ、いりますけど、うん、ほとんどみんな優しくないんですか。違うんだろうね、それはちょっと。それは違うだってもう初めて会った女がもう、まあ、自分の好みじゃないとしてます。はい、だから別にそいつに優しくしようなんてみんな思ってないですよ。ああ、そしたらその知り合いだから優しくするし、自分の好みだから優しくするし、ああ、そうです。で、本当はリリーちゃんに対して優しいっていうのは、まあ、アンにちょっと私可愛いでしょって言ってるから。リリーちゃんに対してみんな優しいから、そうそう、私可愛いよねって言ってる。ああ、そう。まあ、そうだよ。ちょっと聞いてみましょう。それは優しいんだけど。どういうところの男惹かれる？どういうところなんですかね、うん、すぐズボン脱げちゃう。いや、まあ、それ俺、はいはいはい、俺も、はいはいはい、そういうことですよ、あんまそれ持ってないですよ。顔面ですか、まあ、顔面、私顔面は俺いいから、みたいな。
一番高いのあれ。顔面一番高いですか。顔面偏差値。こう基準50。あーねー50の顔見まずじゃあ僕50の顔見せますわ。はい、50の顔、50の顔。ちょっと何回説明してください。何回でも見るんですか。やめてよ。僕は期待してないけど。まあまあまあそこそこ年齢取れるし。社長ですか。ヘルメット被ってるバージョン買ってやるじゃん。まあ被ってるからやつだね。古いじゃん僕。年なんでしょうもないやろ。でも。50、70、70、70、10。待って待って。70、70、70、10。10？ いやこれはこれは。画面。最高じゃん。あーゼロですね。おいゼロってヘルメットここからかぶってるじゃないですか。多分ここから上だしか見てないですよ。どういうことお前。あれはカットされるわそれは。ちょっと一応これで起こしてないけど視聴者に編集さんで起こしてくださいよ。あれはカットされるわ。いや多分パッて言ったんですよ。ヘルメット取ったじゃないですか社長が。ああああそれパッて見てここしか見てないそうですね。で俺はここだけやったここだけやったら見て。あ下ですか。うん10。あー5ぐらいです。ここ5ぐらいや。花があるそうですよね。そうあのスタイルがいいと思います。顔顔じゃん。顔じゃん。これ言わせてくださいよみたいな。絶対言うと思ったよ。そういうことだよ。社長はここだったよお前。お前がここだった。お前ちゃおいゼロって言われちゃうんだよ。60ぐらいです。どういうやつがかっこいいって男でも自分たちであこういうやつがかっこいいって思ってるのかなって男のか印象ってどうなのか。僕は男らしさがあるといいな。男らしさってはっきりしてる。はっきりしてる。はっきり物事を言う人。ああ確かにそれはそれダメとかそれもやらんほうがいいよとかかっこいいのがいいんじゃないとか、うん、あ女の子に対してもはっきりやる人ダメ。の上の先輩とかでも上目の人でも物事をはっきりしてる。その人に対してじゃなくて誰にでも対してもはっきりして、はい、もうダメだよ、ね、これはどうはっきり言う人の方がいい。そうですね、なんかもごもごしてる人よりははっきりしてる方がいいと思いますけど、まあ、はっきりも難しいですよね、うん、あんまり傷つくことバンバン言いすぎるのもあれだと思うんで難しいとは思いますけど、うん、俺なんかでもズバズバ言いたいじゃん。これズバズバはっきりだと違う。ズバズバとはっきりですか。これでズバズバいいじゃん。そう、なんだろう、その人を傷つけることをなんか無神経に平気で言っちゃうっていうのはダメだと思いますけど、そういうところはなんか考えれたら拾ってあげてたら社長はそのなんか冗談というかふざけたやっていうのを分かるように言ってるじゃないですか。言う側にもそのある程度の信頼を持って言うてるやつしか拾ってない。うわーって抜けとった今。社長もお互いの信頼関係みたいなできてから、うん、その冗談だよって分かるように言ってるから、それはうまいことやってる、できる人なんだろうなと思います。あ、そういうことね。お前らなんかさ、まあ、イケメンってモテるじゃん。で実際にその女の子ってどこが好きって言われるか。カズタ君のこういうとこが好きって今までの女の子にこういうの言われたな。ちょっとおい寝てれたお前。絶対今何個かずっとなるなるなる。どれ言ったら叩かれんかなってモテるしなんか恋愛で大事にしようって言われた。付き合う上でみたいなね。まあ、私その何恋人にする条件、うん、っていうのは、うん、まあ至ってシンプルなんですけど、まあ向こうが私のこと好きでいてくれるってことと、うん、こっちも相手のこと好きでいてくれる、あ、好きでいれるっていうことを。好き好き同士だったら、じゃあ俺たち付き合える条件入ってるね。まあその、まあ、好きもいろいろあるんで。逆にもうそれだけです。付き合う条件。まあ、お互いが好きだったら別にお金持ってなくても、はい、別にちょっとやんちゃくでも、まあ、中卒高卒とかでも、はい、まあいいかなって思うわけ。そうですね。お前なんか付き合う条件。ぽっちゃりですね。ぽっちゃり。え、でも細いのダメなの。じゃあ細いの、いや、あれ細いのいいんですけど、いや、でも細い子もおるしちゃって。お前ぽっちゃり、
お前なんか今絡んでる女の子でその子が見るかもしれん。絶対こんな喧嘩やん。絶対喧嘩してる。お前がキャバクラでこいつやってましたわっていう女、顔別に全然太ってなかったよ。細かったしね。全然細かったやん。めちゃめちゃ暑かったよ。その子がドリンク取りに行った時にこいつやってましたわって言ったら太ったじゃん。で髪の毛ね、しょうがったろ、しょうがったろ。あいつやってますよ。じゃああいつ行きつけのとこあるだろ。行きつけのとこあるよ。行かないじゃん。やばいやつあるよ。お前あるよ。行きつけじゃん。ないっすね。お互い一緒にいて、まあ、楽っていうのもあるし、うん、落ち着いて一緒に降りるのがいいんだよ。いや、逆にない方がおかしいよね。ない方がおかしいと思う。俺も外見が悪かったの。まず入ってかも。僕も入らない。会話すらしない。会話すらしない。俺は性格なんだよ、本当に、はい、ただその喋ることがないもんね。なんかでも性格って後からついてくるかもしれないですか。そうあと結局顔で選んで性格分からなかった、悪かったらもう別れるしかないし、もちろん。それ俺に言ってる。はい。なんか俺に言ってる。でもこれ職人さんやっとるっていうのはやっぱかっこいいなある。現場見てて。ああ、そうです。それはありますね。はい。はい。ちょっとそこから、俺から調べるっていうな。昔だったんですか、僕らが16歳とか14歳の時って、あの、うん、下出て、ああ、日課ポッカ。日課ポッカ履いて、うん、高いとこ登ってると、高校生とかがかっこいいとか言ってたんですか。もう今はないけど、そういうの。あ、言われない。いや、結構あるですよ。ミッチーかっこいいって思われます。しょうがないね、ほら。生まれて持ってきた天性だから。僕はあの中学校の時中学校の時憧れとったんですね。ああ、かっこいいなって。で逆にトビーとか塗装だったらどちらかっこいい。ああ、でもトビーの方があれですよね、うん、体は引き締まってますよね。ああ、本当に思います。性格もでもトビーと塗装とまた違うじゃん。じゃあ体が好きってことですか。体が好き。あっちが好きってことだな。そう。あっちが好きってことだな。まあ、あっちの相性中心。あっちの相性ってある。実際さ、まあ、俺らの年になるとなんかそういうことをさ、まあ、半分言うけど、あっちの相性でやっぱ長く続かんとかあるの。女の人ってあるのかな。いや、私が正直そんな、合わないなって思ったことがそんなにないので。あっちの相性は誰で終わっちゃう。いや、誰でもエッチ。エッチあええわこの人。あこの人もええわってめちゃくちゃな話になっちゃう。真面目な話だよ。相性って俺男ってなんか案外ない。やっぱり長く続かんそこかなやったことないんで分かんないんだけど教えてください。 あるでしょ。ないあるよな。あ別にあエッチは相性は、でも合わなかったら嫌だよね。それで合わなかったら苦痛かもしれない。だエッチしあこの人もう無理だわって言って嫌いになったとかはない。それはないですね。でも本当に合わなかったらもう嫌いになるかもしれないです。むちゃむちゃこんなんなんて言ってさ、ピーってどれやるのってセクシーかーいってだからそしたら春が来てないかーって。多分男も大丈夫です。声だったらニンニンニンつまるそれちょっとマジで分かるのお前言えないんだわ。何まあ女性、まあ、まとまらんけど。まとまらんすね。全然まとまらんまとまらんけど。でもまあ女性男性って思ったのも違うよ案外。まあそんな感じです。チャンネル登録といいね、まあ、この動画でも言ってくれたら嬉しいね。よろしくお願いします。はい、また見てね。